高校2年の終わり3年から大阪に父が転勤になりまして、また私もついていきましたので、あの別科というところに1年間通いましたので、音楽学校時代はカルチャーショックは逆になかったんですね。ですがお掃除にはびっくりしました。はい、朝、冬は星が出てる星空のうちに学校に行って上履きを脱いで掃除をしてましたので、あんなに1年間一緒に掃除したのはもう後にも先にも音楽学校の時だけだったので、あと上級生の本科生の方が厳しいっていうのは舞台に出る上で当然だと思ってましたので、逆にそういう、なんだろう、疑問はなかったですね。清正しく美しくの教えでますます精進いたしますれば、ごひいきお引き立てのほど、隅から隅までずいっと恋願い。あ、今は亡き北先生がやはりとても私たちのことを力強く、いつもお父ちゃんが見てるんやでみたいな感じで、心の中にはいつも北先生がいて、お客様にどういう風に接したらいいか、どういう風に楽しんだらいいか、自分たちも楽しみながらお客様に楽しんでいただくかっていうことを教えていただいたので、毎日楽しかったですよ。足を上げることも楽しかったし、同期生39人と一緒にラインダンスができる喜びも、とても楽しかったな、今の思いが。足を痛めた時に、足が上がらなくなった時にちょっと辛かった経験はありましたけど、それでも何だろう、一人でもラインを乱しちゃいけないって思ってましたので、ファーストラブだったのかな、可愛いお衣装でしたし、それにもう負けない自分がいましたね。準主役が来まして、その時に歌劇団に私はどうして役をつけたんですかって泣いて聞きに行った記憶があるんですけれど、その時に歌劇団側の方の皆さんに役をつけてくださいと泣いて頼みに来る子はいっぱいいるけれど、どうして役がついたんだと言って泣いて聞きに来る子は君が初めてだって言われまして、もう大丈夫だからやりなさいって、誰が責任取るんですかって言ったら、もう歌劇団が責任を取るからっていう感じで、なんかこうおっしゃっていただいたことがあるので、主役が来た時もどんなにできないか私がやればきっと答えはおのずから出るんだろうなって思ってましたので、逆に捨て身でぶつかっていけたので全く迷いなかったですね。ただ記憶がないんです、主役をやったという。それぐらいやっぱり 大変だったのかもしれないですね。当時は泣いたことは覚えてます、終わってほっとして、なんか抱きついて大地さんに泣いたような記憶があるんですけれど、それぐらいですかね。次の日から普通の役に戻れるので、とてもほっとした覚えがあるんですけれど、自分がフェアリータイプだとか男っぽいとかそういうことを考える余裕もなく与えてくださった役をこなすことに必死だったので、ヒゲをつけることも嬉しかったし、葉巻を加えることもなんか楽しかった記憶があるので、大変だったのは全部大変だったので、逆にいろんな役ができて面白かったですね。苦労苦労だとは思わずに、なんか一生懸命やってた記憶がありますね。歌が一番自分の中でこう感情を入れやすかったっていうことはあったのかもしれないです。
声のトーンを下げるっていうこともものすごくやっぱり若い頃は辛かった記憶があるんですけど、歌で表現することは全くなんか苦じゃなかった、男役だからとか自分が女だからっていうより感情を音符に乗せてこう言葉に乗せて表現するのは全然苦じゃなかった気がしてますね、大好きです、自分が歌がいいわねって言われることも自分では分からなくて必死にやってましたね、男役の面白さをちょっと感じたような気がしますね、大地真央さんのような素敵な男役になりたくてずっと大地さんだけを見て、月組の頃、いましたので自分が鈴鹿珠代が大地真央になれるわけがないのに私は大地真央さん自身になりたくて一生懸命研究してたんですけれど、そういうなんて言うんだろう一途なところがありましたので自分が初めて男役ってこういうものなんだなって感じたのが多分二戸物語ぐらいだったような記憶があります、その年に黒木ひとみちゃんも一緒に対談してしまうというなんかこう自分の中では人生の中で大きな出来事が自分ではこう変えられないものがとてもありましたので、逆にこうなんていうのかな、ある意味こう、鈴風真世という宝塚歌劇団月組男役の鈴風真世がちょっとしっかりしなきゃいけないっていう意識は働いたような気が今はしてますね。なので大きな大地さんという存在がなくなるということはとっても辛かったんですが、逆に別の意味でなんだろう開けたような新しい道がを自分の足で歩いていかなければいけない道ができたような気はしていましたね。